雑誌。雑誌とは、逐次観光物であり、定期観光物である出版物の一種。一般に流通している漫画、小説を含む娯楽雑誌などだけではなく、報道、それらを包含した総合雑誌、各種の趣味雑誌や専門雑誌、学術研究誌や観光調子なども含めた様々なジャンルに存在する。講義の本の内雑誌は、 単行本を中心とする書籍、図書と並ぶ二大情報源がある。雑誌の特徴としては、以下のものが挙げられる。こうした特徴により、速報性の点で、日刊新聞には及ばないが、書籍、図書よりは優位にある。また、書籍、図書に比べて観光が容易であり、書籍、図書として発行するには難しい狭い専門分野の、情や娯楽情報の提供などに利用されている。 雑誌と書籍の中間的な存在としてムックがあり、流通上は雑誌として扱われている。雑誌の刊行を始めることを創刊、第1号は創刊号、刊行の中断は休刊、終了は廃刊と呼ぶ。休刊と称していても実際には復活せずそのまま廃刊となることも多い。長期にわたって大部数で刊行が続く雑誌もあれば、 流行の変化や出版不況などを背景に急配管したり、紙でなくオンライン配信に移行したりする雑誌もある。日本の雑誌では過去には雑誌によって合数の表記基準が異なり、中には実際の発売時期より数ヶ月先の合数を表記する雑誌も現れるなどして書店、読者の混乱を招いた。このため1986年11月に 日本雑誌協会が制定した自主規定、雑誌作成上の留意事項により、以下の範囲で発売日より先の日付、号数も付けることができるように決められた。その結果、現在は雑誌の新しさを演出するために発売日よりも前倒しで表記する雑誌が多い。なお発売日と同じ号数を表記しても構わない。通常雑誌コードの下に L ミリメートル、 dd と表示されており発売年、年末だと、翌年のミリメートル月、dd 日にまでが期限という意味である。しかし、大規模書店ではない通常の書店では通常、バックナンバーを保存する余裕がないため、信号発売前日の夜にはすべて回収され、箱詰め上、翌朝に信号を納本に来た出版取り次ぎ業者に渡されることが多い。雑誌は、 百科事典の誕生と同様、新しい知識や情報、視点を広く、一般に開示、紹介するものとして出発した。世界で最初の本格的な雑誌は1665年に、仏国パリで創刊されたジュルナルデサバと同年に英国ロンドンで創刊されたフィロソフィカルトランザクションズ、ザ・フィロソフィカルトランザクションズだと言われている。初めて、 マガジンの語を使用したのは1731年にロンドンで創刊されたジェントルマンズ・マガジンである。日本で最初の本格的な雑誌は1867年慶応3年10月に洋楽者の柳川春さんが創刊した西洋雑誌だと言われ、マガジンの訳語に雑誌を用いている。総合雑誌としては民録雑誌が初になる。日本雑誌。 広告協会雑誌分類認定委員会が定めた、新、雑誌ジャンルカテゴリー区分。分類項目は2008年9月時点のもので、対象読者の性別、大たるい、ジャンル名、カテゴリーの順に並べてある。なお、ティーンズは19歳以下、ヤングは20から24歳、ヤングアダルトは25から34歳、ミドルエイジは35から49歳、シニアは50歳以上と、 定義されている。蒸気以外にも様々な分野、年齢に向けた雑誌が存在する。小売店販売が最も一般的な流通方法である。宅配販売やデジタル販売といった方法も取られる。取り次ぎを通して書店や駅売店、コンビニエンスストアなどでに販売される一般的な流通方法である。この場合は雑誌コードの取得が不可欠だが入手が難しい。 観光の間隔が短いものほど、出版社への返品期限も短い傾向があるため、書店の棚に並ぶ日数は短くなる。雑誌によっては特約店や一部の書店で常備している場合もあり、書店在庫が数冊しかない場合には、返品期限を過ぎても返品せずそのまま売り切るケースもあるが、それ以外での書店では、過去に観光された号、バックナンバーの入手は難しい。また、 いわゆるオンライン書店では流通システムの関係上バックナンバーは原則として返品せず在庫を売り切るまで販売するケースが多い。ヨーロッパでは書店の他に雑誌と新聞のみを扱う専門店、新聞スタンド、キオスクがある。一部ペーパーバッグも置いていたりする。新聞、雑誌店という類のもの。専門的な分野の雑誌は契約制で 企業や個人宅に直接配送するものがある。専門的でなくても、読者の便利を配慮して、定期購読契約すれば宅配してくれる場合が多い。小売販売と宅配を両方する雑誌が多いが、宅配専門の雑誌も存在する。小売販売と宅配を両方する雑誌の場合、定期購読契約すると送料が無料になり、さらにおまけなどの特典をくれる場合もある。 書籍や雑誌は日本の文化政策の一環として郵便料金が安く抑えられており、郵メール、特に第3種郵便に指定された定期観光物の郵便料金は安い。学術観光物、学会誌の場合は第4種郵便としてさらに安い料金で送ることができる。郵便局以外の民間の宅配便業者でもメール便の大口割引などで 比較的安い値段で宅配することができる。これまでの紙の流通に加え、電子書籍の一種であるデジタル雑誌、AKA 電子雑誌、デジタルマガジンの発行が日本でも始まった。記事単位での販売や紹介ではなく、表紙から裏表紙まで丸ごと記事、広告ともに見せる形態である。これらデジタル雑誌はその特性を用いて、雑誌内が検索できたり、 動画を見せたり、編集ページや広告ページから、ホームページへのリンクを飛ばしたりするなどの工夫がされているものもある。2006年には、主婦の友も社が紙では休館した F をデジタル F としてデジタル版のみで発行。2007年初旬には、ニューズウィーク日本版や R25 がデジタル版での流通を本格的に開始している。ここに来て、他にも多くの雑誌。 フリーペーパー含むがデジタル雑誌として発売や発行され始めている。米国では2002年頃からデジタル雑誌での販売が始まっていて新たな流通手段として定着している。読者の購入によって出版社が得る販売代金の他に特に近年においては広告料金の比率が高まっている。有名雑誌のカラー広告の出稿料金には ページ単価が200万円を超えるものもあり、広告媒体としての存在感が増す一方で、スポンサーを向いた紙面作りの傾向が強まることなどの弊害もある。純広告の他に、スポンサーとのタイアップ記事、広告企画記事が掲載されることもある。本文記事と区別するために広告であることが明記されたり、該当記事のみ、ページ数を省いて印刷することある。 雑誌広告は、より高い効果を期待して、当該雑誌の主な購読者層をターゲットにしたものとなる場合がほとんどである。とりわけ、一部の専門分野を対象にした雑誌では、一般の小売店では入手しづらい商品の通信販売を行う業者の広告が多く、掲載される。そのため、広告も、情報のうちとして、広告の多い雑誌が情報がられる雑誌も一部、存在する。 一例を挙げると、電気回路、エレクトロニクス関連の専門誌の場合、半分以上が電子部品や工具などの広告で占められている。雑誌は読者からの投稿欄を設けているところが多い。商業的な理由から相応な質を担保するために編集部の選別を通ったものが掲載される。このことが読者に一定水準以上の文章を書かなければいけないという規範を植え付け、 知的水準の底上げに役立つと言われる。雑誌に掲載された記事や作品、小説、漫画などは書籍化されることもあるが、雑誌の内容全体に比して、ごく一部である。このため新品としての販売期間が過ぎた、バックナンバーが読書、鑑賞や収集の対象になることもある。古書店の中には特定のジャンルの雑誌バックナンバーを、専門、または、 品揃えの一部として扱う店あるほか、インターネットオークションや、フリマアプリ等を介して、個人間で売買されることがある。バックナンバーを閲覧できる場としては、雑誌専門図書館の大家総一文庫、東京都世田谷区。同様な雑誌専門図書館であった、6月社、東京都新宿区は2018年6月10日で、閉館となった。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。